皆様おはようございます。ご機嫌いかがでしょうか。三輪明宏がお送りいたします、バラ色の日曜日の時間でございます。では早速皆様からお寄せくださいましたお便りをご紹介させていただきますね。ラジオネームエルザ、素敵な野生のエルザの方ですね。最近この番組がきっかけで三輪さんの本を読ませていただくようになりました。中でも戦前の文化に溢れた頃のお話にうっとりしております。特に昔は生活のあらゆるところに無駄があったという文章がとても気に入っています。ぜひこの無駄についてお話しいただけますでしょうかって丁寧なお手紙ですけどね。無駄っていうのは必要無駄なんですよね。今みたいにタイムイズマシンでね、もう何もかもね、早く気のせい、利便性、それだけですとね、時間の無駄を全部省いてきましたでしょ。ですから時間の無駄を全部省いてるから、でどんどんこうやること、やらなきゃいけないこととかね、そういうものに追い立てられて、でそれでぼーっとする時間の中でね、その妄想したりで、そういうものがなくなってきちゃったっていうことでしょうね。ですから本や何かもね、ほとんど男の方はね、もう社会へ出ますとね、実業的なね、実用的なノウハウものばかりですね。まあ仕事のに関係のあるものばかり。でテレビを見るでもほとんど、まあ必要なもの、ニュースとスポーツ番組、それぐらいしか見ない。あとはもうくだらないって見ない。ですから趣味の時間とかね、いろいろお勉強の時間やそういったものや何かもあるんだけど、それは無駄だっていうことを切ってしまいますでしょ。で、そうすると、それを見ていたお子さんもそういうふうになってきますしね、心も乾いてきますし、食べていく上の情報だけしか入らないと、あと何にもわからない人間になっちゃうんですね。コンピューターみたいになっちゃう。で、それが恐ろしいですよね。余白を楽しむとかね、そういうものがなくなって、で、最近絵や何かもね、うちの中でいらないからって言ってね、無駄だからって言って絵も飾らないって言って、無駄じゃないんですよ。で、その絵を見てるとね、我が家っていう感じがするし、ほっとするし、気に入った絵であればね、それがね、人間と同じようにね、慰めてくれるんですよね。だから、昔はね、よく自分を理解してくれる人間がね、まあ、大状態の中でもなかなかいない。そうすると、自分の部屋に戻ると、自分の選んだ本とか、絵の飾ってあったりとかね。そうすると、自分の友達であり、親であり、親友であり、恋人である。そういうものがね、文化があったんですね。だから、それは、必要無駄なんですよ。それを今全部削っちゃったということでね、おかしくなってるんですね。残念ですね。今日はね、悪口についてお話しさせていただきたいと思います。口を開けば悪口ばかりという人がよくいらっしゃいますでしょ。陰口、愚痴、悪口、不平不満、誹謗中傷、真っ黒いね、本当毒ばかり、それこそカエル、エビやね、もう、まあ、虫みたいなものを、もう、どんどん口から一年中吐いてる人。嫌ですね。こういう人ってね、そのまんま自分をね、その口から出たものがね、見えないオーラになって、その人を包んでね、非常にね、どんなにね、造形的にはね、ちゃんとした顔立ちの人でもね、ものすごい醜い顔の、ね、雰囲気の人になるんですね。何かあの人ね、汚らしい、なんかこう、本当ドブみたいな感じの人だな。綺麗な服着てるのにね、ちゃんとした顔してるのに。なんでだろう。結局、根性が汚いんですね。こういう人のそばにはね、誰も行きたくありませんからね。そうすると陰口、自分もこんな陰口を聞かれるようになるし、あの人のそばに行くと憂鬱になってイライラするのに、ろくな話しないんですもん、人の悪口ばっかりって。で、そうするとそれを聞いてね、気持ちよくなって嬉しくなる人ってのは、同じ同類のね、似たようなね、本当にマムシかね、ダカツのようなね、ナメクジみたいな仲間の人しか集まってこないんですよね。そうするとますますマイナスが広がっていってね、泥沼に落ちてしまうんですね。だからマイナスオーラね、自分自身がね、まともな世界から相手にされなくなって、それで悲願で、妬んで、そんなんで、と、そうするとますますこの愚痴と悪口を言いたくなる。悪循環になるんですよね。で、悪口ばかりのインターネットの掲示板だとか、テレビのコメンテーターだったね、お笑いの連中にしたって攻撃的でね、人を引っ叩いてみたい、悪口言ったり偉そうにしたりね、毒だらけ、顔がみんな醜いですよ。で、今ね、優しさの時代に突入したからね、ほとんどそういう人はね、
嫌がられてますね。仕事がどんどんなくなっていってますよ。うん。で、そして、悪口っていうのはね、もう魔界人ですからね、なるべくね、そばに寄れないし、会わないことですよね。そして、まあ、見ざる、聞かざる、言わざるっていうふうに、あそこ、日光の東照宮にもね、左甚五郎のね、放ったものがありますけれどもね。つまり、人生訓なんですね。もう、嫌なこと、悪いことは見ない。ね、聞かない。言わない。で、そうすると、無事に、すり抜けて人生を、平和に送れるということなんですね。うん。で、そして、特にね、親御さんはね、子供のね、人間のお手本ですからね、子供の前でね、お互いの悪口は決して言っちゃダメですね。女房の悪口はね、言われたら、この女はね、軽蔑してもね、どんなひどい目に遭わせてもいい女だって、子供が思いますからね、大きくなって、このクソババアとかね、いろんなことで足芸にしてみたりね、言うこと聞かなかったりする。で、今度は逆に、まあ、お父さんと来たらこうこうこうでって言った、天使の悪口を子供に言うと、子供が、今度は親のことを軽蔑したり憎んだりするようになるんですね。ですからね、言いたくてもね、子供の前では決して、自分たちの悪口のいい子はやめた方がいいですね。うん。とにかく、口からはね、宝石だけ出してればいいんですよ。そうするとみんな人が寄ってくるし、人にも好かれるし、その悪口、陰口、もし言われてもね、あ、これはね、トカゲがないから、でも私たち人類とは関係のない、魔界の人間だからって、悪魔の寝言だからということで、まあ、取り合わないことですね。見ざる、聞かざる、聞かざるですね。大体悪口を言う人っていうのは人格的に最低の魂を持った人間で、ね、お付き合いする人種じゃありませんから。全国で海開き、山開きが行われますね。そうですね。私はどちらかというと、海派でも山派でもなくて都会派ですね。なんていうんですか、怠け者ですのでね。ただもう一生懸命こう山を登っていって、で、ただ下っていって景色を見て、それはね、考えただけでも行った気になっちゃうんですね。ね、怠け者なんですね。だから運動不足になっちゃうんですけどね。海はどっちかというと足がつかないっていうのは不安でね、とっても恐ろしいんですね。で、でも私は中学生の頃ですか、友達とね、海へ行きまして溺れかけたこともあって、で、そして彼が助けてくれたんですけどね。で、それ以来ものすごく恐怖になって、今度は東京へ出てきて、江ノ島へね、何人かで泳ぎに行って、で、江ノ島のね、ちょうど橋の下みたいなところが逆流するところがあって、その潮の流れにね、巻かれて、それで溺れそうになったことがあるんですよ。で、私は火のせいだから、もう水とは相性が悪いんですかね。で、水には感謝してるんですよ。だからね、あまり海山の悪口も言えないんですけれどもね。とにかく私は都会が大好きですね。では、もうそろそろでございますのでね、皆さんもね、海山にお気をつけ遊ばしていらしていただきたいと思います。そうすると海山のね、それでお商売をなさってる旅館の方とかね、お土産屋さんとか、潤いますしね、賑やかになりますし、楽しい思い出もね、できたり、そういったところで恋人をね、見つけたりすることもできるかもしれませんね。楽しみですね。頑張ってください。